大本事件、大本事件は、新宗教、大本の宗教活動に対して、日本の内務省が行った統制。大本弾圧事件とも呼ばれる。1921年、大正10年に起こった第一次大本事件と、1935年、昭和10年に起こった第二次大本事件の二つがある。特に第二次大本事件における当局の攻撃は、激しく、大本は、 壊滅的打撃を受けた。明治維新以降、帝国政府は宗教に対する統制を強化し、新党系新宗教、黒住教、金光教、天理教等も、教派新党として、国家の公認下に入った。一方、明治時代後期に誕生した、大本教、受験当時は、行動大本は、教祖、出口鬼三郎の活動により、強制を拡大し、知識人、 軍人の入信、新聞社の買収、政治団体との連携や、海外展開により、大きな影響力を持つようになった。大本教、鬼三郎の活動に、政府、警察、司法当局は、危機感を抱き、結果、二度の大元事件に発展した。1921年、大正10年2月、当局は大元に不経済と新聞司法違反を、適用し、 鬼サブロ含め3名を起訴した第一次大本事件。1935年昭和10年12月当局は治安維持法を適用して鬼サブロ夫妻以下1000名近くを検挙起訴61名。大本関連の施設は破壊され関連組織も解体された第二次大本事件。一連の大本事件は国家権力による 宗教団体への統制と弾圧であり、一種の国策捜査であった。同時に国家神道と新宗教の神話体系、歴史観の対立という側面も強い。第二次大本事件は第一次大本事件に比べてはるかに大規模であり、また昭和史に与えた影響も大きいが、その評価は現代でも定まっていない。大本聖史、二代教師タスク出口鬼三郎についての 解釈が難しいからである。二度とも鬼サブロー逮捕の後に、大元の建造物は破壊され、信者の中から分破。第一次実験前後では、新東天行居、成長の家など、第二次実験前後では、世界級聖教三十五教など、が独立した。明治時代後期、出口直の神がかりによって、京都府綾部町で誕生した大元は、第一次大本事件による、 県居の数年前から、社会構造の変化や都市化を背景に、出口鬼三郎教師タスクなおの婿養子を中核として、強制を拡大させていた。1919年、大正8年11月18日には、亀山城市、明智光秀の居城を買収し、従前の綾部に並ぶ、本拠地とする準備に入る。1920年、大正9年、 綾部で大規模な神殿の建造を開始した。また8月17日に大阪の有力新聞だった大正日日新聞を買収して言論活動にも進出する。一方で大正一新、大正十年建て説を唱えた当時の有力信者、浅野和サブロや谷口正春を中心とする一派が鬼サブロと対立、終末論を展開していた。 終末論に対し鬼三郎は肯定も否定もせず、明確な裁定を避けている。第一次世界大戦、ロシア革命、米騒動といった社会的混乱の中で、大元の世直し運動は大きな反響を巻き起こした。大元の一連の活動に対し、社会体制の変革を主張し、天変地異の予言と称して、一般市民、信者を混乱させていることを批判する大手メディアも現れた。 日本政府は、陸、海軍の幹部軍人が多数入信したことで、大元に警戒感を抱いた。そもそも大元は、国のとたちの村というアマテラス大臣より、上位の神を重要視しており、現人神たる天皇の宗教的権威を脅かしかねなかったのである。内務省は1920年8月に、経典、大本親友、日の巻を不敬と過激思想を理由に、 発禁処分とした。京都府警も、鬼三郎を呼び出して、予言をしないよう警告。9月には、海祖、出口直の奥、都の城を、天皇陵に似ていると理由付けぼち、取締り規則違反として、罰金と回収を命じた。原敬総理大臣は、同年10月9日と14日の日記で、大元の布教方法と強制について批判した。 大元の急成長と影響力は、天皇制国家にとって、もはや無視できない存在だったのである。1921年、大正10年1月、平沼喜一郎検事総長は、大元検挙の判断を下した。2月12日、当局は不経罪と新聞司法違反の疑いで、教団関係各所を捜索、出口鬼三郎と、教団幹部を検挙した。警察官たちは、 大元が武装していると信じて、決死の覚悟であった。また武器が発見されれば内乱予備罪を適用できる。ため必死の捜索を行ったが何も発見できず、高徳周水の大逆事件を再現しようとした、当局の起とは空振りに終わった。だが5月10日に記事解禁となると、メディアは事件を、国体を危うくする、大元教の大陰謀、陰死者教、悪魔のごとき、 大二郎と戦場的に報道し、世論を煽った。一方、大元二代教主、出口す鬼三郎の妻は、これも皆神様のお仕組みでございます。帰って大本教の真相が世間に知れるのであろうと喜んでおりますのでと、大阪毎日新聞に語る。教団内部でも、鬼三郎夫妻を追放しようとする動きがあったが、澄は動じなかった。 鬼三郎は百二十六日間の未決生活の後で保釈されたが、当局はなお、自家の奥宮古の城、新道式の墓を再び縮小改築させ、さらに墓の背後に神明造りのちびめ神社が作られていたことを違法として焼却させる。続いて、綾部の本宮山の神殿を破壊するなどの干渉を行った。特に本宮山の神殿については、神明造りのため、 伊勢神宮を模したものと批判され、1872年、大倉省たち118号、無眼の神殿建築を禁止及び1913年内務、奨励神社創立に関する2つ第31条、地方に塩湖な神社創立を禁止道第32条、一定形式により創立の出願を必要とするを、理由に、大元川費用負担による破壊命令が下る。 9月16日に審理開始、10月5日の第一、新判決では、鬼三郎は不経済と新聞司法違反で、懲役5年、浅野は不経済で、懲役10ヶ月、吉田助佐が、帰還紙発行権編集人に、禁庫3ヶ月、罰金150円の有罪判決額だった。審理は事実上2日間という異例の短さであり、大本側は即日拘訴、 検察側も、浅野の量刑を不服として構訴した。10月14日、鬼三郎夫妻は、教主、タスク、教主の地位を退き、長女出口直尾が三大教主に就任、行動大本も、大本の急称に戻った。本宮山の神殿の破壊は、京都大丸組が750円で落札する。教団内部で派、野派、 福島派の対立が深まる中、鬼三郎は、国家権力との対立を回避すべく10月18日から、新経典、霊界物語の口筆記に着手する。10月20日、軍に護衛される中で、本宮山の神殿の取り壊しが始まった。1924年、大正13年2月、出口鬼三郎は、石布出獄中に、上芝森平をはじめ日本人6人と共に、 モンゴル地方へ行き、老仙会、老仙会、馬族の同領と共に活動する。同年6月パインタラにて、調査クリンにより、危機もあったが、7月25日に帰国、11月1日に保釈された。大阪公訴院、第二審は、第一審を指示、裁判は、大審院まで争われたものの、前審に重大な欠陥ありとして、大審院が全判決を破棄し、 高素院へ差し戻した。再審理中の1926年、大正15年12月25日、大正天皇が崩御し、1927年、昭和2年5月17日に免疎となる。だが当局は大元に対する警戒を緩めず、次の機会を伺っていた。一方、鬼三郎は、第一審判決直後の10月18日から、大長編。 霊界物語の工事図を始めている。なお、自家が残した、経典、大本親友や、教団内の派閥争いを、自らの権威で克服しようとする意図と解釈る、研究者もいる。また親友は、社会改革と、終末思想の色彩が濃いため、当局の追求を交わすためにも、協議と神話の発展と重層化を試みたという、指摘もある。第一次大本事件と、 霊界物語の競技化を契機に多くの教団幹部、信者が大元を去っていき、その後、浅野和三郎は、心霊科学研究会を、谷口正春は成長の家を起こした。この第一次大本事件は、鬼三郎と対立する浅野徹を大元から排除すると同時に、大元の名前を全国に宣伝するための方策だったという解釈もある。宗教学者、 姉崎正春は大元に批判的であったが、第一次大本事件について、大本教を取り締まりるのは政府の考慮に任せるとしても、政府が真に根本的治療を望む誠意ならば、まず自らの責任を感じ、自ら治療してかかるべきである。しかしそれと共に、今の日本社会に大本教同様の寄付あるを同時に痛感する。重ねて政府当局者に言いたい。 外面から加える、いやあさこ迫害は無効である。社会思想の山井邸を取り除く、第一歩、また根本容疑は社会人心の窮屈を除くにある。と論じて、政府の検閲や言論統制といった姿勢が変わらぬ限り、第二、第三の大本教が出現すると指摘した。第一次大本事件が一応の収束を見せるのと前後して、鬼三郎は、 エスペラントの導入、ラマ教、動員、世界紅れない万事屋坂井は廃教等世界各国の宗教提携など様々な活動を展開する。同時に国内における政治活動を活発化させ、昭和教皇による不況にあえぐ国民の関心を集めた。1932年、昭和7年11月、大本は再び行動大本とまたなし、 第一次大本事件で頓挫した大正維新を昭和維新として実行しようとしていた。鬼三郎は、東山光、内田良平ら右翼人士との交流を行い、1934年昭和9年7月22日に昭和新政会を結成する。東京球団会館で行われた発会式には陸海軍将校が多数出席し、後藤文雄内務大臣、 秋田清衆議院議長が祝辞を述べるなど、政治、軍事への影響力を示した。昭和新政会の政策請願に署名した人数は800万人に上る。新政会は、ワシントン海軍軍縮条約の早期撤廃、皇族内閣の実現、天皇期間接への激しい批判、東北地方の困窮に対する援助など、数々の愛国的主張を行っている。 1935年、昭和10年の時点で、大本は、支部1990、信者100万から300万人、特攻警察資料、大本教40万、人類愛全会25万人、3割は、大学卒業者という高学歴で、政治家、軍人を含む格好たる、宗教勢力に成長している。精神会、宮本忠は鬼に、 手を広げすぎて失敗するというパターンがあり、大元の体質は、鬼三郎の体質から来ており、彼の人柄をそのまま被弾させた者が、教団の性格、現実からを引き離すのが増えてなサ鬼三郎であって、見れば、現実との接触は、必然的に権力への癒着をもたらしたと指摘する。宗教学者、村上茂吉は、 宗教的指導者たる鬼三郎が、自己の主観的価値観を生に持ち込む、危険性と限界を指摘し、大日本帝国の侵略、膨張に、社会的政治的役割を担ったと批判する。このような政治活動に懸念を示す者もいたが、鬼三郎は聞き入れなかった。出口正しぴ、鬼三郎夫妻長女、三大教主によれば、国流会の内田良平から、たびたび注意されていたが、 鬼三郎夫妻は淡々として聞き流していたという。その一方、もう一度弾圧が起きることを示唆する言動も残している。機関し、申請1935年、昭和10年9月号では、要は世間からかかる誤解を受けることが、必ずしもあまり自身のために不利益であとすら思っていない。かかる誤解から、合々たる非難の声が起こって、 世のために騒ぎ立てる世の中をじっと眺め、そのために自分が下手張るかどうかと、静かにその行末を見守ることもまた面白いでは、以下と述べている。第一次大本事件のような弾圧が起きることを予期していたが、政府の大元に対する危機意識、警戒感を過小評価していたという指摘もある。例えば事件後に保釈された鬼三郎は、かねてより各あらんとは知りながらモもヤシとは、 思わざりけりと歌っている。昭和新政会発足当時、大日本帝国は満州事変が勃発して、国際連盟から脱退、国内では、ゴーストップ事件で軍部と内務省が対立、10月事件や5.15事件が発生して、クーデターや暗殺騒ぎが起きるど、不安定な状況下にあった。日本政府は、軍部の革新派や右翼団体と協力して、 クーデターを起こす危険性を考慮し、昭和新政会の資金源を断つべく大元の壊滅を意図した。1934年昭和9年10月、内務省警保局長、唐沢俊樹は、相川勝六内務省警保局保安課長と、クイセコ軍に愛知県警特別高等警察課長を招き、クイセコを京都府警特攻課長に任命して、 県境前提とした大元の長を命じている。1935年、昭和10年12月8日、警官隊500人が綾部と亀岡の聖地を吸収した。前回と同じく当局は大元側が武装していると信じており、警官たちは決死の覚悟であった。吸収前に警官たちは赤穂事件さながらに水坂月まで交わしている。しかし、 大元の施設をいざ吸収してみると、竹槍一本見つからず、幹部も信徒も全員が全くの無抵抗であった。鬼三郎は純教先の松江市で検挙された。罪名は不敬罪並びに治安維持法違反。6日間の捜索で5万点の証拠品を押収した。取締りは地方の支部や関連機関にも及び、検測や出頭を命令された信徒は3000人に及ぶという。 最終的に987人が検挙され、318人が検事局装置、61人が起訴された。特別高等警察の激しい拷問で起訴61人中16人が死亡している。松山岩尾の著書、噂の延近法には、20名の信者が極死あるいは、発狂したと伝えられる、とある。異端審問とも比喩される。 鬼三郎の後継者と目された娘婿、出口秀丸は、拷問により、精神的異常を呈し、鬼三郎は、秀丸は、市内で撃たれたアンの悲鳴上げいるを聞く辛さかなと、辛い心を歌った。こうした、厳しい取り調べにもかかわらず転校者は少なく、鬼三郎、み夫妻のカリスマと人間性が、信者たちの抵抗を支えたと見られる。唐沢は、京都府会議事堂で、 全国特攻課長を集め、大本教は、地上から抹殺する方針である。我が国教と絶対相入れず、許すべからざる邪教と宣言したが、翌日2.26事件が勃発して、現地視察も祝宴も、取りやめとなった。後に、同事件で逮捕、処刑された、北一騎は、大本と軍部の関係について尋問され、大本教は、邪霊の大活動と述べて関連性を否定た。 北は、藍沢事件で死亡した、長田鉄山陸軍少将、統制派と大本教の間に関連があると、供述したが、歴史家、松本健一は、北の答えは、行動派と大本教との関係を切るための弁明へと、解釈している。当局側は、革新軍部と右翼勢力が、大本事件に関係する、可能性はなくなったと判断し、さらなる強行手段を準備した。 第二次大本事件では、第一次大本事件を遥かに凌駕する徹底した弾圧が行われた。霊界物語などの諸著は、安寧秩序便弾との理由付けで、発売反プキン処分となった。当局もマスコミを利用、メディアも事件をセンセーショナルに書き立てた。彼らは、第一次大本事件と同様に大本と鬼三郎を、要求、怪物として非難。 検挙されなかった信者たちも、反逆者、非国民というレッテルを貼られて、精神的にも、経済的にも追い詰められた。厳しい境遇の中で、信者たちは、隠れキリシタン同然の信仰を守り続けたという。当局は裁判前の時点で、教団施設の全破壊を急いだ。1936年、昭和11年2月25日。 大本教の教義宣布収書参拝のために使用する建物、通る客に関する件で、邪教撲滅の意思を確認する。3月13日、林来座不老司法大臣は不経済と治安維持法の権威で、基礎決定、牛尾慶之助内務大臣は、大元解散命令を決定した。唐沢は、大本邪教の徹底的相当を期するため当局は、 今後あらゆる手段を尽くす森でありますと、各府県警察部の特攻課長に通達した。同日、内務省警報局長から、警視総監と、各庁府県長官に対し、警報局補発行第14号、大本教の神社に踏んだ橋木放災施設の撤去、その他に関す件が出され、全国の教団施設、建物、奇石類の撤去が決定する。当局は事前に、あや 亀岡の町議会に要請し、合計5万坪、時価80万円の土地を6000円、坪12銭。当時のタバコ朝日12銭、四季島15銭で鬼サブロ夫妻から強制的に買収した。なお、2月の時点で、住は、逮捕されていなかったが、土地、財産の強制譲渡をめぐって拘束され、その後逮捕された。 作業は、清水組が9万204円で受け負ったとされる。破壊は5月11日から開始され、1872年、明治5年の大倉省、通達118号違反、1936年2月8日内務省、警報局発行第7号ブライジン、仏道創立金制の権違反とも、お理由に、亀岡の聖地を、ダイナマイトで跡形もなく破壊。綾部、亀岡では、 一ヶ月間延べ6785人を捜査に従事させ9934人が破壊作業に従事64.244棟の建造物を破却、個人財産を含む費用約3万円を大元側に請求した。また、鬼サブロー一家の個人資産、教団の備品、土地といった財産も安価で競売にかけて処分。石費や 信者の墓石に至るまで、大元の称号を削り落としている。海外の拠点でも、幹部の検挙や、施設破却が行われた。海祖、出口直の墓に至っては棺を、共同墓地に移し、囚人に頭を踏まさねば成仏できぬ、大罪人、極悪人なりとして、腹部付近に墓標を立てている。日本政府は、もはや人間の礼節すら配慮する余裕を、失っていたと指摘される。 作家の坂口安吾は、廃墟となった亀岡本部を訪れ、三上を寄稿文、日本文化史館として残した。<あ>裁判は1938年、昭和13年8月10日に、京都地方裁判所で改定して、以来、清瀬一郎、高山義造、小山登、林一郎を、はじめ多くの弁護士による、弁護団が形成され、 激しい法廷闘争が行われた。検察は、大元は国体を転覆し世界復滅を図る、陰謀決者、鬼三郎は口頭を否定し世界の独裁者とならんとした、余下道教以来の逆賊と主張する。1940年、昭和15年2月29日の第一新判決において、正治直治裁判長は、検察側の主張を認めて、被告55人に、 有罪、起訴61人中死亡5人、心身喪失後判定止1人、内訳は鬼三郎に無期懲役、他は2から15年の懲役を言い渡した。控訴審は同年10月16日に始まり、1942年、昭和17年まで続いた。高野綱尾裁判長は鬼三郎よりも墨の答弁に感心している。また精神障害に陥った。 出口秀丸の検事長書、与信判事長書が整然としていたため作為が疑われ、大本側は公文書偽造で判事を告発、不起訴、裁判所も調査のため警官や検事を証人として召喚するなど、裁判全体に大きな影響を与えた。百四十二年、昭和十七年七月十一日、高野綱夫裁判長は判決文の中で、大本は、 宇宙観、新観、人生観と理路生前たる協議を持つ宗教である、として、治安維持法関係全員無罪の判決を言い渡した、不敬のみ有罪が残る。検察の調書の信頼性が低いことも、判決文で指摘された。本判決を下した高野について、土井和夫、売席判事は、高野裁判長は、いい裁判長でした。公平だし、妙利にとらわれなかったと回想した。 高野の下で長く初期を務めた豊田晋三は高野さんは立派な方でした。あんな方はちょっとないでしょう。あれだけ世間でやかましかった事件を無罪にしたのには勇気がいりますとも実会している。また田村千代一、売責判事は予震調書を読んだ時、どの調書も全く同じことで、これはおかしいと思ったと、まず初めに疑問を抱いたといい、判決については、 昭和三年三月三日に国体変革を目的とする結社を組織したということが非常に理で結局それで大元が無罪になった。無罪の判決としては詳しすぎるかもしれないがあれほど力を入れて起訴した事件で無期懲役まで言い渡しているのを無罪にするのであり昭和十七年といえば大東亜戦争の始まった後だからあれだけの理由を書いておかないと世間が 納得してくれないから、と解雇した。第二審で有罪とされた不敬事件については、霊界物語や、随章新聞に掲載せられた真由の一節と、霊界物語や、昭和十年日記に掲載された、鬼三郎の歌六首が、皇室に対する不敬と判定されたものである。和歌は、美の光昔も今も変わらねど、東の空にかかる黒くも、ことさやぐくんが、見よこそ、 今々しけれさ画会の神も嘆きて、という内容であった。その頃全国の新聞は一県一市に統合され、掲載記事への検閲も強化されていた。第二審の判決は、検挙を報道した、大阪毎日新聞において三段見出しの三十一行、大阪朝日新聞は二段見出しの三十八行、東京日日新聞は一段見出しの十九行という記事量であった。 記事の見出しは、元大元教祖、王糸氏に、懲役5年、不計事実に対し判決、大本教の判決、不罪で、初段というもので、治安維持法違反事件の無罪については、積極的に報道しなかった。逆に、国民新聞は、検事局が、被告等の行為は、治安維持法に抵触するものであるとなす主張こそは、まさしく、 我ら日本国民たる者の,の通念と感情とに合致するものである。国体用語に不破の決意を示した。県事上国に満行の敬意を表さずにはいられないと論評していい。8月7日、米軍はガダルカナル島とフローリダ諸島、ツラギ島に上陸、ガダルカナル島の戦いが始まった。同日、鬼三郎、清志夫妻、出口坂一丸の三人は保釈され、 京都府亀岡の長女、出口正被宅に戻った。鬼三郎の交流期間は2435日だった。清の場合、京都五条警察署九百9 3 6年、昭和11年3月14日から拘束され、同年7月2日、京都府中央区刑務所に移送。そこから大阪帰宅刑務所を経て1942年。 昭和17年8月7日まで拘束されていた。その後、大元の国は不経済有罪を、検察は治安維持法無罪について上告したため、裁判は大審院まで持ち込まれた。ところが、東京大空襲で関係記録の多くが消失、加えて太平洋戦争の敗北により日本はアメリカ軍の占領下に置かれた。1945年、 昭和20年9月8日に検察、被告双方の構想を帰却して、原審確定、大審院検事局の平野は、10年の清掃を経たる、雑会期の難件も一応落着したりといえども、旧大本教の一等の同性は、再起を懸念するものも、ありと帰却2日後に解雇している。クイセ小軍に、捜査責任者も、解雇録で、事件の発端は、純然たる、 法治国の要請に基づいたものとして、大元の異質さとその行動が宗教神話をもとにした大規模反体制運動であったことを指摘し、いずれの国家を問わず現実に自らの行く手に立ちふさがるこの種の危険に対しては何等かの対応の措置は必須と事件の正当性を主張している。10月17日、敗戦による大謝令で不経罪は解消となった。 1947年、昭和22年10月、刑法が改正され、不経罪は消滅した。綾部、亀岡の領庁に接収された土地返還民事訴訟は戦争中から大元有利に進んでいたが、判決が延期されているうちに敗戦となり、10月から11月にかけて返還された。無罪確定後、大元の弁護団は政府に対して、 賠償請求するべきであると鬼三郎に進言した。しかし鬼三郎は国民の血税に負うことは忍びないとし賠償を請求しなかった。第二次大本事件は共産主義運動を壊滅させる目的をもって施行された治安維持法を宗教団体に適用した最初の案件であった。この後他の新宗教やキリスト教系団体一部の仏教団体も弾圧され、 日本政府は宗教の全面的統制の方針を明確にした。こうして当局は信教の自由を国民から奪い強引な手法によって戦時体制へと国民の意識を集中させていったという見方がある。一方、社会的影響力を強めた宗教団体が政治活動、反権力運動を行うことに対する体制側、権力側の恐怖という視点も 必要と思われる。大本と鬼三郎は昭和新政界によって軍部への影響力を格段に強めており、軍部と対立する内務省が弾圧を主導したという側面もある。二度の弾圧に共通する要因は、当時の当局が実質上の信教の自由を許さなかったことに加え、大本の協議そのものにある。大本は新宗教の中でも社会改革への思考が強く、 時に大日本帝国の滅亡さえ予言し、それが権力者の不安を呼んだ。1930年初頭の鬼三郎は陸軍急進派将校や右翼団体と接近しており、当局は異端的な大宗教と極右が結びついたことによる空ーを警戒している。さらに神話の問題があった。明治維新後、政府が天皇崇拝。 国家の統制で生まれる一つのパーに頼って、列強諸国への参入を目指す中、大本は国のとこたちの村という日本神話において、アマテラス大臣、天皇より上位に立つ神を重要視、加えて天皇制の基礎を成す。古事記、日本書紀を大本経典大本神友、霊界物語と同格に置いており、宗教的な意味においても、 国家神道との衝突は必然であったと言える。なお、自家が唱え、鬼三郎が体系化した大本の神話は、国家神道にとって異端そのものであり、天皇と天皇制の権威を覆いしかねなかったので、ある。松本健一は、天皇制国家が大本を起意したのは、実は、大本が、このように天皇制国家の神話とイデオロギーを、読み替え、結果として、 革命論を作り出したことにあるのだ。と論じた。畑江久彦は、大本事件について、行動派系の軍人と関係の深かった大本を、打倒することで、統制派との連携を狙った、内務省特攻警察の策謀ではなかったか、と推測している。出口鬼三郎には、アリス川の宮たる人と新の楽園という、根強い噂があった。年月日の第二 新において、落印問題で話が、鶴戸の親子、醍醐忠正次女。証券交代号の命に及ぶと、高野裁判長は不経済に関わる、重大な問題にも関わらず、話題を変えた。鶴戸のは1917年、大正六年に大本を訪問すると即日、入信して、熱心な信者になり、鬼三郎が、有栖川信王に似ていることを周囲に語っていた。大元事件は、 大正天皇の皇位継承権に関わる問題だったという遺説もある。第二次大本事件で大本弁護団は落印事件を提起し警察、検察を不継罪で告訴することを検討したが、獄中の鬼三郎が暗殺されることを憂慮して取りやめている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。